で、コーヒーと違って眠れないなんてことにはならないんだって。
昔あなたの家で飲ませてもらったよね。あれすっごく美味しかったな。そうなんだ。メーカーとかってわからないの？わかるといいね。相変わらず仲の良さそうなことで。あ、かなえちゃん。何してたの？いいよね、彼氏に面倒を見てもらえて。今日のは損害賠償なんだから。かなえちゃんも一緒に飲みに行く？ちょうど自販機代わりだから。行くなら早くしないと休み時間終わっちゃうよ。だね、行こう行こう。どうしたの？こんな時間に。私は先生に頼まれてこの進路調査用紙をまとめてるの。大丈夫だから。本当にいいの？じゃあ少しだけ。そしたら進学って書いてる人の志望大学名を書き出してもらえるかな。これでよしと。え、慣れてるから。こういうお仕事結構頼まれるんだ。ゆっくりでいいわよ。私は別のアンケート集計をやってるから。お願いします。お疲れ様。
これでラスト。褒めても何も出ないわよ。わかってる。素直に受け取っておくね。よし。ええ。お疲れ様でした。あなたのおかげで早く片付いたわ。ありがとう。なってるわよ。じゃあ私、先生のところに届けてくるね。それじゃあまた明日。ちょっとは女の子と仲良くなった？